はいどうも皆さんこんにちはこれから不動産鑑定士試験2023年分野別過去問解析プラスアルファートレン会計学の第六回目えということで今日で最終回ですね、えー、講義の方をスタートしていきたいと思います担当はレクセンリコースの高坂ですはいではですね今日は六回目ということででまあ今日最後ですね最終回になりますはいで、えー、今日はまあ最終回ということでまあ一応 あの今年という言い方しますが、え今年の本試験問題は、まあ、1台だけなんですけどね、えー、ちょっとまあ参考までにということで、えー、<laughs> 問題1の方に載せておきました、まあ、掲載しておきました。で、一応回答もつけておきましたけれどもね、ただ、えー、問題の1番、ね、あのまあ、大体この講座はですね多分あの、記述編成が多いかと思いますのでね、えーまあ,多分あ、これ見たなということだとは思うんですが、えー、今年の試験問題です。で えー、おそらくまだ発表されてませんけれどもねおそらくは、えー、来年2023年も同じ試験になるかと思いますですから、えー、おそらく、えー、今年のこの問題の出題の、まあ、形式ですねまず空欄補充があって、えーまあ、いくつか証文があってで、えーまあ、そういう、まあ、問題のスタイルというかでこれは多分来年も変わらないと思います。 でえー、内容は別に復習しなくていいですあの別に、まあ、もうん、しばらく出ないと思いますね有価証券は多分しばらく出ないでしょうからね、まあ、あまり復習する必要はないんですけれどもただちょっと皆さんにあの理解をしておいていただきたいのはな中,身じゃないです中身ではなくてその出題の形式ですね。 でまあ、ひょっとしたら来年初めて受けるなんていう人もいるかもしれません。えー、来年が初受験という人もいるかもしれませんのでね、まあ、そういった人は、えー、まあこれを見てだいたいこんな感じで問題が出るんだなということで、えー、問題の一番ですね問題の一番に関して、えー、そのまま掲載をさせていただきましたので、まあ、回答例とか別に確認しなくていいですけどねもうあのしばらく出ないと思いますんでねただ多分こんな感じになるかと思います。で えっと一応ですねレックもこのあとまたいくつか各種登連というのを実施する予定ではいるんですがやっぱりこ,この今年の問題を見るとですねとにかくまあ証文に分かれるからも昔から大体もう証文があるね1、2、3とかまあいくつか証文あるんですがただ、やっぱりまず空欄補充は間違いなく出ると思います。空欄補充ですねで 空欄補充が出るととということとそれからもう一つなんですが各選択各証問ごとに、まあ、問題が分かれるんですがあの回答の分量ですねでこれがあの少なくとも他の科目と比べると多分異常に少ないと思います。ですから本当に各証問ごとに例えば本当に1行とか2行とかせいぜいそのくらい、まあ、長くても数行程度ということで。 ですからあと、まあ、レックで普段あの当蓮なんか出すときは結構皆さんに、まあ、お勉強のつもりもでいうことも含めて結構長く皆さんに回答を書いていただくということをやってもらってるんですけれども実は本番の試験はもっと短く文章をまとめるっていう力が必要になっちゃうので、まあ、そういったことも含めて、まあ、将来は当蓮ですねの、まあ、ちょっと私の方で、まあ、作り直しというか。 ちょっとこの新傾向というかねあ,のあまりにも回答の分量が少ないのでえちょっとそういうことを反映させたような答弁をですねまあ今後に向けて作っていかなきゃいけないのかなと私自身はまあ考えてはいるんですがまあとりあえずえ来年の試験を考えていただいてまあ穴埋め形式ですね穴埋め形式の問題それから、えー 回答の分量各証文ごとの回答の分量がもう異常に少ないとこれが多分特徴だと思います会計学はでそういった特徴を踏まえてまた、えー、今後ですねまたいくつか答案練習の機会があるかと思いますんでねまたそういった答案練習の機会なんかには、まあ、できればそういう状況を反映させていきたいと思っているんですけどね。はい で問題の1番ですね、まあ、これはこ、まあ、今年の試験問題ということで、まあ、有価証券の話ですね、ただちなみに、あのこのまあ内容ですね、まあ、ここで扱っている内容は、実はこの、えー、去年ですね、プラスアルファートーレンで、実は出してた問題なんですよ。ですから、あのプラスアルファートーレンですね、この この,講座この講座を、まあえー去,年ですね、去年受けてた人たちはあこ,れこれなんかやったなと思っていただきたかったんですが、えーまあ、また来年ですね来年も、まあ、なんとかこの講座の中で的中させたいなとは思ってはいるんですけどね。 はい、とといいいうここでで、まあ、最初はいいですこの問題の一番ですね、まあ、問題はざっとだけ確認していただいて、まあ、回答とか別に読む必要はないかなと思います一応参考程度ということで回答をつけさせていただきましたけどねで問題は中身なんですがで今日最終回ということで何をお話をするかということでいろいろ考えていたんですが実はあの今年ですね2022年今年の試験問題で実は私個人的にはこの自己株式 ですね、でこれが出るんじゃないのかなと、まあ、予想していたんですが、まあ、ここはちょっと予想が外れてしまったんですがえということで、まあ、来年ですね来年はは自己株式は結構危ないいと思いますですから今年有価証券出ました同じ有価証券なんですがただ有価証券であっても自己株式というのは全然論点が違いますので、ね、ですから、えーまあ、来年は自己株式というテーマ。 まあ同じ有価証券であっても自己株式という内容ですね、まあ、来年出る可能性は結構高いんじゃないのかなと思いますんでね、まあ、今日最終回ということでまあ皆さんに何をお話しするかとまあいろいろ考えてたんですけど、えー、まあ来年のまあ予想論点ということで。 やっぱり自己株式が危ないんじゃないのかなということで、えーまあ、自己株式、まあ、ちょっと細かいところも含めてお話をしたいと思います。でということで、えー、今日のテーマ自己株式とということになりますで、えー、解説ですね、まあ、3ページ目になりますかねちょっとプレゼントを移しますがで、まあ、自己株式については書き、えーまあ、基準があるんですけどね、まあ、なるべくその 会計,基準会計基準に沿ってお話をしたいと思ってはいるんですがまず自己株式でそもそも何かということでまずまあちょっと簡単なイメージですね簡単なイメージということではい、まあ、自己株式ですね。 で自己株式というのは、まあ、自分の会社の株なんですね自分のの会社の株なんですがまずもともと株式、まあ、新しく株を発行するというような感じです新株を発行するで投資家がそれを買うでお金を払う、まあ、これが通常株を発行するということになるんですね。で今回のテーマ今回のテーマということでこれは自己株式の取得ということになるのでこちらですね。 から上と全く逆のの取引この矢印ですね矢印の向きが逆になるというような感じですですから、えー、株式を発行すると株式を発行してお金金金銭でね金銭をいただくということになります。でこれと、えー、今回のテーマ自己株式というのは全く逆の流れになっていて株式、まあ、自分の会社の株なんですね自分の会社の株を取得して金銭を支払うということで上と全く逆の取引をしているというような感じなんですよ。 自己株式という、ね、はいでまず自己株式の意義ということで、まあ、定義ですかねで自己株式の定義ということで、えー、自己株式とはということでこれはあのちょっと太字にしておいたんですが、えー、ちゃんと覚えておいていただきたいですね。で、えー、自己株式とはということで、えー、定義定義なんですが自己株式とは会社が以前に発行した株式を再取得し再取得し ここれれをを保有している場合の東海株式を言うとでこれ以前はですね結構これこの自分の会社の株なんですね自分の会社の株を、まあ、買ってくるということで以前に発行した株を、まあ、再び、まあ、買ってくるみたいな形再取得するという形で,で以前はあの株式っていうのはチケットとして発行されていたんでこれ結構なんか金庫にしまってたらしいんですね。だからあの金庫株なんていうことで、えー まあそういう言いい言方をするケースもありましたですからまあ今でもそういう人いるのかもしれませんが、えー、自己株式ということで自分のの会社の株ですねでこれ以前はチケットとしてちゃんと発行されていたので、まあ、今は電子化されちゃってますけどね。えー、ということなんでまあ金,金庫にしまうなんていうことで自分の会社の株をえまあ買ってきて自分の会社で買ってきて金庫に一旦金庫にしまっておくなんていうことで金庫株金庫株なんていう人たちもまあいるようなんですけどね。 ただ今はまあそういう言い方しないのかもしれませんがであのこの言い方はやめてください自己株式は正確な言い方なんで、まあ、間違える人はいないとは思うんですが、大だって問題に書いてあるはずなんで間違えることはないと思うんですがあの自社株っていうのはダメですね自社株っていうのは会計では使わない言葉ですからですから 自己株式というのが正確な言い方になりますので自社株という言い方自社株式とかそういう言い方はしないでいただきたいまあ問題に多分書いてあると思いますけどね自己株式って書いてあると思いますんで、まあ、間違えて使うことはないとは思うんですが、まあ、内容は同じなんですけどね内容としては同じなんですが会計学では自己株式っていいう言い方をするんですよですすよから自社株なんていう言い方は避けていただきたいと。はい、で 自己株式でこれについてはいくつかまあ会計処理についてちょっと考えていただきたいのがあるんでこれは第4項ということでこれは基準の4番目ということで4項ということなんですがでこのまあ4番目になるんですがで、えっと、今回は自己株式処分の差額が出るんですがちょっとここを重点的に説明したいなと思ってはいたんですが自己株式を買ってくるわけですね。 自己株式を買ってきてでちょっとまあここに書いてないんですが再びこれを例えば処分する売却処分するみたいな形ですでそうすると、えー、処分差額って出ちゃうんですよでちょっと後で具体的に説明したいと思うんですが処分差額のことを自己株式処分差額と言いますでこれは自己株式の処分の対価から自己株式の帳簿価額を控除した金額を言うということですね で基本的に処分というのはまあ売却みたいなことでイメージで考えていただければ結構です。まあ、自分のの会社の株を売却してしてまううとといこで処分した時にまあ帳簿上の金額、まあ、通常これは取得原価,、ね、価になるんですがであとはいくらで売ったのかということで処分の対価ということでいくらで売ったかこの差額ですね。この差額が 自己株式処分差額って言いますでこの自己株式処分差額差額なんですがこれはプラスとマイナス両方可能性があるということでちょっと、ま、次のページなんですが、はい、では、えー、今度は、ま、次のページになりますかね第、ま、5項になりますかね、えーま、基準ですね会計基準の、えー、5番目ということで。 会計基準の5番目5項です第5項目ということで第5項ですねでね自己株式処分差益ということで差益っていうのは差益というのは自己株式処分差額が正の値になるということ、まあ、プラスですねでこういう基準で表現を使っちゃってるんですね正、まあの値になると。 いうことなんで、まあ、ちょっと太字にはしなかったんですがこの辺が空欄になっていてまあまあ何とかの値とか、まあ、正の値ということになる場合なんですけどねちょっと一回具体的に説明具体例使って説明したいと思うんですが例えば当社はですね自己株式をまずそもそも1億円で買ってきたと。1億円で買ってきた。 でそれをその後ですね1億2000万円で売却したいわゆるこれが処分になります1億2000万円そうするとまず取得と売却ということでそれぞれ考えないといけないんですがまず取得時ですね取得時については自己株式が1億円ということでこれは取得原価が1億円だから1億円です取得原価で計上しますでちなみに表示場所なんですがこれは純資産 の,部の中で言うと純資産の部のまあさらに言うと株主資本になってくるんですが純資産の部の中のまあさらに言うと株主資本があるんですがそこから控除という項目控除項目として扱われるということでね昔は違った昔は違ったんですが今そうなっちゃってるんで自己株式については純資産の部の中のまあさらに言うと株主資本ですね株主資本のところから控除する項目として計上されると。 でこれが買ってきた時買ってきた時で後日今回こっちですこっちがメインこっちがメインなんですねで後日まあ売却をするということで、まあ、処分ですね、まあ、処分をすると、まあ、いうことになるわけですで例えば今回は1億2000万円で処分したと、まあ、売却ですね <laughs> 1>, 1億2000万円で売却したという設定になりますのでそうすると差額今回は差額が2000万円でこれが、まあ、差額が正の値ですかねの値になるのでば、えー、処分差益ということなんです,でいいですかこの自己株式処分差益、まあ、益ですね益、まあ、2000万金額では2000万円ですね1億円で買ってきた 1>, 1億円で買ってきて後日1億2,000万円で売ったということなのでまあに差額の2,000万円がまあ差益になるわけなんですがいいですかちょっとモニター切り替えちゃいますがこの差益についてまあつ今回2,000万円なんですがこれは絶対に損益計算書に記出しちゃダメなんですよ。いいですか,ですか1億円で買ってきまましたねまず 1>, 1億円で自分の会社の株を買ってきて後日1億2000万円で売ったわけですで差額の2000万円、まあ、差額ですね差額が2000万円になるわけなんですが、まあ、この2000万,万円は得したということで1億円で買ってきた自分の会社の株ですね1億円で買ってきた自分の会社の株を後日1億2000万円で売っちゃったんだからこの差額の2000万円ですね2000万円は得したんだと 得したんだということで損益計算書は PL ですね損益計算書の方に継承しちゃダメなんですよ基本的に自分の会社の株ですから自分の会社の株を売買して売買することによって利益を出そうという考え方はダメなんですねだからこれ損益計算書に利益という形では乗ってきませんですから そこをちょっと気をつけていただきたいのでこの処分採棄は損益計計算書には計上できないといととうことだね、まあ、確かにまあちょっと得したといえば得したというふうに見ることもできるかもしれませんが1億円で買ってきた自分の会社の株を後日まあ1億2,000万円で売ったんだから、まあ、差額の2,000万円ですね、まあ、ちょっと得したといえば得したのかもしれませんがでもだからといって損益計算書に計上することはできないということになるんです。 そうではなくてその他資本常用金でこれは貸借対象表なんですよ。貸借対象表のところに、まあ、その他資本剰余金がというところがあるのでそこにこう計上していくとい自己株式処分差益2,000万円なんていうことでその他資本剰余金としてこう計上するということになるんですね。だこれ貸借対象表なんですよ。 バランスシート BS でねバランスシートの方に計上するとそこちょっと気をつけてください,い,いですか損益計算書には計上しちゃダメなんでね損益計算書に計上するんじゃなくて貸借対照表に計上すると、まあ、いうことなんですねでその下なんですがこの反対に処分差損差損は反対です今あの反対ということでこれは、えー、自己株式の処分差額が不 の値になる場合、まあ、マイナスですね負の値になる時が自己株式処分差損,損ということね。はい、でちょっとやっぱりこれも具体例使って説明するとえ当社は自分の会社の株自己株式を1億円でまず取得した1億円で取得した。でそれをまあ後日ですね後日今回は9,000万円で売っちゃった。 ということ9000万,万円で売っちゃったということになるとまず買ってきたときはまあ上と一緒ですね自己株式1億円これは純資産の部の株主資本から向上ということででごめんなさいちょっと表現変えまあ純資産の部のまあ株主資本でね純資産の部のまあもっと言うと株主資本というところがあるんですね株主資本から向上するということになりますえまあ同じなんですちょっと上に戻っちゃいますがえごめんなさいねこっちも同じです純資産の部のまあもっと言うと株主資本のところから向上するということで えすみませんちょっと表現を合わせておきます、まあ、純資産の部の中のまあ株主資本というところがあるんですが、純資産の部のえ株主資本ですね、株主資本から向上ということで、控除項目、項目はいいですかね、控除するということで、純資産の部の株主資本から向上ということで、すみません、ちょっとここは消す。まあ しちゃいますごめんなさいねちょっと後で修正しちゃいますが純資産の部の部まあ同じですこちらもそうですね、えー、純資産の部の、まあ、株主資本から工場、まあ、同じ取引ですよね自己株式を1億円で買ってきたということで純資産の部の株主資本から向上ということになります。 で問題はその後後日売却したということになる、ねまあ、売却した。はいで売却した時なんですけどね売却したということなんですが今回は1億円で買ってきた株を9,000万円で売ったということになってしまうのでこれは差額が負の値になるんですねマイナス負の値になるということで。 でこれが1000万円とということね。でこれはその他資本上預金から控除するということになるわけです。ということでこれがまず基本的なその処分差益処分差損の会計処理になるということですね。で、えーまあ、ちょっとその下7番第7項ですかね。 取得した自己株式は取得原価をもって純資産の分の株主資本から控除するんだということでまず取得原価ですねだから今回は例えばどっちもそうですが1億円ということなんでまあ1億円ですね。 1>, まあ1億円で買ってきたということで取得原価が1億円だからまず1億円というふうに評価をしてこれを貸借対象表バランスシートですね貸借対象表バランスシートのえーまあ純資産の部があるんですが純資産の部のまあ株主資本というところがあるんですがそこから控除していくということになります。でえ第8項なんですがその下ですね期末に自己株式を持っている場合そのままね期末に自己株式を持っている場合は 12スラムの株主用の末尾に自己株式として一括して控除する形式をで表示をしてくださいねということになります、まあ、一括してまあ控除しておいてくださいねと株主用の末尾、まあ、末尾のところにですね、まあ、一括して控除するという形式ですねあのちょっとモニター切り替えちゃいますが例えばえっとまあいつでもいいんですが えー、7月1日に自己株式を買ってきたでまた、えー、例えば3ヶ月経って10月1日にまた自己株式を買ってきたなんていうことで自己株式をこう追加で何回かに分けてこう取得したというケースがあったらもうまとめて一括して自己株式、まあト,ータルね、トータルでいくら持ってるかということで期末の段階でトータルで自己株式をいくら持ってるかっていうのをもう一括して表示をしといてくださいねというような感じになります。からね自分のの会社の株を 例えばまあ何回かに分けて取得したといったような場合には、えまあ一括一括してまあ控除する形式で表示をしておいてくださいね。っていうことですね。で、あとはまあ上で説明したんですが、自己株式処分差益についてはその他資本剰余金に計上してくださいね。自己株式処分、差損はその他資本剰余金から減額しておいてくださいね。まあ控除しておいてくださいね。減額してくださいね。ということになります。 で、くれぐれも、すみませんもう一回モニター切り替えちゃいますがくれぐれも損益計算書に計上しちゃダメですよですか、先ほどお話をしたように自分の会社の株ですから自分の会社の株を売買することによって儲けを出すってことはできないんですよですからこれはその他資本常用金の方にまあ加算したりまあ、そこからこう減額させていくという工事してこう減額していくというような形になるわけですねはいで。 ここまでが、えー、自己株式自分の会社の株を処分するまあどっちかというと売却というようなイメージです売却するというようなイメージで自分の会社の株を外部に外部の人に売却する自分の会社ですね自分の会社の株を売却するということになります処分するということになりますで、えー、今度ちょっと次のページになりますが でちょっと売却売却処分とはちょっと違うんですが消却というのがあります。で えー、第11項ですかね、えー、自己株式を消却した場合ということで消却手続きが完了した時に消却の対象となった自己株式の帳簿価格で帳簿価格っていうのは通常取得原価なんですよですから自己株式の帳簿上の金額、まあ、通常取得原価になるんですがこれをその他資本剰余金からまあ減額してくださいねということで消却というのは消滅しちゃいますよみたいなことです。 で、ごめんなさい。これ直しとかないといけないんですが、この償却の証はこっちじゃないです。すいません。私が間違えちゃいましたが、係数という方の消却ですね。で。自己株式の消却のま具体例ということで、例えばうちの会社当社は自己株式。まず1億円で買ってきた。1億円でその後も。し 消滅させるということで消却をするというまあ、消滅させるというまあ、そういう手続きに入ってまあ、そういう手続きが完了したということなんですね。でそうするとまず自己株式を買ってきたときは取得減価で純資産の部の株主資本から控除するということになります。っていうことでごめんちょっとこれ簿記ですね。まあ、皆さん簿記はあまりやってないかなと思うんですがちょっと簿記の仕分けでま書いちゃったんですが。 参考ですよこれは覚える必要ないんですよ覚える必要ないんですが一応仕分けで、えー、やるとまあ 借り方貸し方貸なんて言うんてうですよねこういうの仕分けっていうんですが借り方の方に自己株式1億円で例えば現金だとか現金ですね現金でお金を払うということで自分の会社の株1億円でね、まあ、現金でお金を払ったなんていう場合には現預金ですね現金預金で1億円ということなんですね。でこの借り方の自己株式1億円これが戻っちゃいますが純資産の分の、まあ、株主資本から工場という形で表示されることになるんですね。表示されるとということになります でこれが買ってきた時仕分けは覚えなくていいですがでこれを今度消滅,消,却、まあ、消滅させるということになるわけですね。でまあ「消却する」ま「あ、消滅する」ということでそうするとその多少資本剰余金から1億円を減額させるということではいまあ自己株式1億円ということで1億円これを こっちはですね逆にしてもう借り方ですね借り方の。 借り方に計上したこのの億円ですねここ自己株式これを今度は貸し方に持ってきて逆,逆,に逆,逆に計上して、ね、反対側に、まあ、計上するということなんですが貸し方の方に計上してなくしちゃうんですよこれ,これとこれでこうなくすようなイメージなんですこれはごめんなさい汚くなっちゃうんで書かなくていいですが簿記の仕分けで説明すると借り方の方に計上した自己株式というものでそれを今度は貸し方の方に計上して借り方と貸し方で、まあ、同じ1億円1億円同じ金額なんですがこれでなくなっちゃうんですよ自己株式。 これが、まあ、自己株式を焼却させるということで、まあ、なくなってしまうもうなくなってしまうということになります。で、えー、ごめんなさい、まあ、これはいらなかったです、ねまあ、自己その他資本剰余金で結構です、まあ、その他資本剰余金からまあ1億円を減額させるということで、えー、ごめんなさいその他資本剰余金1億円これをまあ借り方の方に持ってきてまあ減額させるというような手続きに入るんですけれどもね。 結構です、まあ、その他資本剰余金ですねその他資本常用金から1億円を減額させると控除、まあ、すると減額,減額させるということで、まあ、借り方の方に、まあ、こっちの方にも計上させるっていう形になるんですね。ということで自己株式を焼却するという場合、まあ、消滅させるということなんですが消滅ってもうなくなっちゃうなくなっちゃうということなのでまず買ってきたときた時はか、まあ、借り方って左の方でねこの借り方っていうところに、まあ、自己株式というのを計上しちゃうんですが。 でこれを今度は、えー、焼却する焼却する時は反対の貸し方の方に持って同じ自己株式で1億円で持ってきてこれで借り,方借り方のこの1億円と貸し方のこの1億円でピッピッとこうお互い相殺されるというような形でなくなっちゃうんですよこれで。でこれが自己株式の焼却という形になります、まあ、自己株式の焼却。 で同時に、まあ、その他資本剰余金から1億円を減額させるということで、まあ、借り方の方に1億円を持ってくるとその他資本剰余金ですねその他資本剰余金で1億円を持ってくるという形になります。ということでこれで自己株式がもうなくなく億,億円ですね1億円分の自己株式がなくなっちゃったということになるわけなんですね。 はいで、えー、その下ですね、第12項ですが、ね、第12項ということで、まあ第10項、11項ですね、まあ、この辺は別にあまり確認しなくてもいいかなと思うんですが、で会計処理の結果、その他資本条預金の残高が負の値となってしまった場合には、会計期間において、会計期間末においてその他資本条預金をゼロ、ゼロってこういう感じ使ってるんですね、ゼロとして、その当該負の値をその他利益剰余金から減額させる。 これ10項11項ということで何かというとちょっと前のページ戻っちゃいますが第10項ってここのこと言ってます。処分砂損とということで砂損なんですねですから自己株式処分砂損が出ちゃったと処分砂損が出ちゃった時ですね。処分砂損が出ちゃった時は で処分差損なんかが出ちゃったときは、その他資本上余金から減額するということになるわけですね。つまり処分差,差額ですね。処分差額がマイナス負の値になっちゃって処分差損が出てしまったときは、えっ、ー、とですね、その他資本上余金の残高が負となってしまうケースが考えられます。その他資本上余金から引きますんでね。 ですから処分損についてはその他資本剰余金から減額させるんですよ。ところが減額した結果単純にあの計算しちゃうとマイナスになっちゃうケースがあると負の値になっちゃうケースがあるとその他資本剰余金が。 で、減額した結果、その他資本常余金から減額する。その他資本常余金から減額する。で、減額した結果がマイナスになっちゃった時はどうするんですかっていうことなんで、マイナスになっちゃった時はもう仕方がない。その他資本常余金ですね。これ、マイナスっていう表示の仕方はないですから、マイナス3億円とかっていうそういう表示の仕方はないので、もし、その他資本常余金から減額した結果として、負の値に単純に計算するとマイナスになってしまうような場合においては、 もう仕方がないその他資本剰余金をもう一旦ゼロにしてしまって当該負の値そのマイナスになってしまっている部分はその他利益剰余金でもっと言うとその中の繰り越し利益剰余金っていうところがあるんですがそのその他利益剰余金、まあ、特に繰り越し利益剰余金からこれを引いてくださいねということになるわけです。このマイナスになっっちゃ部分は、まあ、繰り越し利益常用金から 聞いてくださいねっていうことなんですね。はい、ちょっとモニター切り替えますが、ですか？処分差損、あの自己株式、自己株式処分差損なんですが、自己株式処分差損がはその他資本剰余金からま控除するとま減額させるような感じなんですね。で、その他資本剰余金から減額させるという手続きになるんですが、自己株式処分差損ですよ、差損ですよ、差益じゃない、差益じゃない差損なんですね。 自己株式処分砂損というものはその他資本剰余金から減額させるということになるんですがこの減額する要するに計算でいうとマイナスしていくというでマイナスした結果単純に計算するとマイナスいくらっていう風になっちゃう可能性もあるんですよ。そのケースを想定しているわけでマイナスというふうにしておいてこのマイナスになっちゃってる部分 マイナスになっちゃってる部分は繰越利益上預金の方から引いといてくださいねっていう処理なんですね。であと、えー、14項ですかね自己株式の取得処分および消却に関する付随費用ということで損益計算書の営業外、まあ、これは全て営業外の活動ですけどね営業外費用です。ですか これ付随費用ですねすねませんちょっとここも太字にしとかなきゃいけなかったですけどね付随費用ということでまあこういった取得処分消却に関して発生するような付随費用というものはこれは営業外の費用だということになるんですねでこれもちょっと後々ですね問題になっちゃうケースがあるので少し あの意識してておいいください自己株式の取得だとか処分だとか消却に関して付随費用ですね付随費用がかかっちゃう時は発,発生してくる時は営業外の費用という考え方になります。まあ、営業外ですねあとちょっと番号飛んじゃうんですが第30項ですね30項というところで。 自己株式についてはかねてより資産として扱う考え方と資本から控除するという資本の控除という扱い方があったと。ですみませんちょっとモニターまだ変えちゃいますが実は、えー、とこれももう皆さん知ってるんじゃないのかなと思いますが私が大学生の頃は、えー、昔はですね自己株式って資産と言われてたんですよ。資産自己株式自己株式は資産資産って言ってたんですね。 ところが、まあ、新しい基準ができたりしてで現在の考え方だと、まあ、現在の、まあ、制度上の、まあ、規定だと資産ではなくて資本から控除ということで全く変わっちゃったんですよねですからその辺の、まあ、考え方ですね今までは資産と言っていたのが今の制度上は資本から控除するというふうな 扱いに変わってしまったで、それが、えー、そろそろの根拠ですね根拠あたりはやっぱり来年の試験で出てくる可能性が高いんじゃないのかなと思ってはいるんですがこれが昔なんですよ私が大学生の頃は資産って言われてましたよ自己株式で昔から確かに資産っていう風な扱い方と資本から向上するっていう扱い方2つあったんですよで 資産これは私が大学生の頃はこうやって教わってきたんですが資産として扱う考え方というのは自己株式を取得したのみでは株式は執行しておらず他の有価証券と同様に監禁性ののある会社の財産ででしょっていうふうに考えたんですよだから自分の会社の株ですね自分のの会社の株なんですけれども株なんですけれどもこれ別に他の有価証券と同じでしょって考えてた昔はそうやって教わってきたんですよ私が大学生の頃は。 他の有価証券と何も変わらない何が変わらないかというと同じように監禁価値があるんでしょと監禁性があるんでしょっていうことだねだったら資産でいいじゃんって話になってたんですよ私が当時ですね大学生の頃はそうやって教わってきました資産でしょうって言うとね ところが今は資本の控除というふうに扱いに変わっちゃったんですが自己株式の取得は株主との間の資本取引なんだとさっきあの今日最初のところでまあイラストを使ってっ説明したんですが自己株式を取得するということは対株主なんですよ株主との間の取引なんでしょっていうことを考えてで株主との間の取引だから資本取引っていうふうに 見るることができるそしてそれは会社所有者に対する会社所有者っていうのは株主です。株主ですね。株主に対して財産の払い戻しみたいな性格を有するということを主な論拠としているんだということで。 自己株式の取得ですよ自分の会社の株を買ってくる買ってくるということは買ってくるということは今日最初のところでちょっとイラストを使って説明したんですが株式のの発行と逆の取引をしてててるるっっ見ちゃってるんですよですから株,株,です、ね、株式を発行するそれと逆の取引をしてるだから会社の財産を株主に対して払い戻しをしてるみたいな捉え方になっちゃってねで今はそっちの考え方の方に従っちゃってるんですよ。 繰り返しになっちゃいますが昔は資産と言っていてこれは他の有価証券と同じように換金性のある会社の財産だというのが私が大学生の頃の主張そういう主張だったんですねところが今は違います今は会社の財産の払い戻しっていうふうに見た方がいいでしょうということなんで現在ではこっちの考え方になっているということなんですねはいでちょっと次の句ですね 第37項ですかねで自己株式処分債権これはさっき具体例使って説明しました、えー、自己株式処分債権なんですねで処分債権というのは自己株式の処分が新株の発行と同様の経済的実態を有する点を考慮すると要するに自己株式を処分するということ、まあ、売っちゃうみたいなね ということが、新株の発行とまあ、同じような経済的なまあ、実態ですね。経済的なまあ、効果と言ってもいいかもしれませんが、経済的な実態、経済的な効果を有する。つまりどういうことかというと自己株式を処分処分ですよ。処分するということは一度買ってきた自。自分1度買ってきた。自分の会社の株を再び売るというような感じなんです。 とということは自分の会社の株を売って、まあ、当然金銭をいただくということなんですがこれって言ってみれば株式を発行ししてててるるのと同じででょっっ見ちゃってるんですよだから自己株式の処分売却というのは新株の発行と同じような,、まあ、同,じような同様の経済的実態を有するものでしょっていう点を考慮してくださいね。とすればとすれば。 先ほど具体例使ったと思うんです自己株式の処分債起,起ですね債起っていうのは何かというとそれをやっぱり資本剰余金として会計処理することが適切だろうつまりこの金銭ですね例えば1億円で買ってきた自己株式を1億2,000万円で売ったみたいな形になるんですよ。さっきの具体例覚えていらっしゃいますかね。ちちょっとモニター切り替えちゃいますが 例えば自己株式1億円で買ってきた1億円で買ってきた自己株式を後日1億2000万円で売ったみたいな感じですほんと2000万円差益が出るんですねその話をしてるんですね1億円で買ってきた1億円で買ってきた自分の会社の株を後日1億2000万円で売っちゃった2000万円差益が出るわけです差益が出るんですねでそれはさっき ちょっっっっととお話をしたた思ううんんんででででですすすすが会社の利益にならならいんですかっていかててて主張もあるんですよだって1億円で買ってきた株ですね自分の会社の株なんですが1億円で自分の会社の株を買ってきて1億2,000万円で売っちゃった1億2,000万円で売っちゃったそうしたら2,000万円得したってそうやって見ることできないんですかとなんでそれがその他資本上預金になっちゃうんですかということなんであの損益計算書に計上できないんですかということなんですね。 で損益計算書には計上できませんという話をしたかと思うんですがなんで損益計算書に計上できなくて要する資本常用金の方に計上してくださいねということなのかというとこの1億円で買ってきた自分の会社の株を1億2000万円で売ったわけです要するに1億2000万円の金銭を手に入れたことになるわけですねですか1億円の株1億円の自分の会社の株を 1億円で手に入れた自分の会社の株を1億2,000万円で買ってきた売っちゃったわけですだから1億2,000万円お金が入ってきたということになるでこの差額ですねこの差額の2,000万円は2,000万円というのはこれは新株を発行したのと同じような取引なんだからこの自己株式処分差益の2,000万円ですねさっきの例で言うと2,000万円はこれは資本剰余金。 というふうに扱った方がいいでしょうという考え方ですね。要するに株式の発行に伴っているんだというふうに考えているんですよ。だから資本上余金っていうことだね。はい。で、えー、そのまま今度は三十八項ですね。第三十八項なんですが、同じく自己株式処分差益ですね。まあ上と同じ自己株式処分差益ということなんですが。 資本剰余金の区分の内訳項目である資本準備金と、その後資本剰余金に計上することが考えられる。つまり、今度この第三十八項なんですが、これは何を説明しているかというと。自己株式処分債権ですね。債権ですよ。いいですか。債権ですよ。債権は資本剰余金として計上する。で、資本剰余金というのは。 ちょっとなかなか覚えきれてないかもしれませんが資本剰余金って資本準備金とその他資本剰余金に分かれたりするんですよですかって話なんです、ね、ですから自己株式処分債疫自己株式債権ですよ自己株式処分債疫これはこれは資本剰余金として計上するもうここまでは分かったと。 ここまでは分かった理解したということでちょっと上に戻っちゃいますが資本剰余金として会計処理をするこれは分かったこの佐伯ですね1億,円で手に1億円で手に入れた株を後日売っちゃったんですね1億2,000万円で売っちゃった差額の2,000万円差額の2,000万円についてはこれは対株主との取引だというふうに見て資本剰余金資本剰余金として会計処理をするというところね。 まあそれは分かったんだけども問題は資本剰余金ということで資本準備金とその他資本剰余金というふうに2つにこう分けて考えることができるんですがどっちに計上すすべきなんですかということなんですねでこれって何が違うかっていうと簡単に言うと資本準備金というのはこれ会社法で規定されているまあいわゆる法定準備金と言われてるんですがこの資本準備金として計上してしまうと。 分配できないということなんですよ基本的に会社の外に出せないんですお金としてところがその他になるとこれはその他資本剰余金として計上するんであればこれは会社の外に分配できるということでねそこが大きく違いますだからどっちで計上した方がいいんですかって言ったときにもし資本準備金っていうふうに計上してしまうとこれは分配できないお金になっちゃいます でそれに対してその他資本剰余金として計上すれば分配できるお金なんだというふうになるわけなんですねじゃあどっちがいいんですかとどっちに計上した方がいいんですかと自己株式処分債権でねでここで第38項ですね自己株式処分債権ということなんですが資本剰余金の区分の内訳項目である資本準備金とその他資本剰余金に計上するということは両方ど,どっちかにこう計上するということが考えられる。 で会社法という法律があり会社法という法律によると資本準備金こっちですね資本準備金は分配可能額からの控除項目としてされて控除項目とされているどういうことかというと分配できるお金分配できるお金から引いてくださいねだからここは逆に言い方があれば分配できないと言ってるんですよ資本準備金って。 ですから資本準備金資本準備金というのはこれ会社法という法律ね会社法という法律によっておいては分配できるお金分配可能なお金から引いてくださいねだから分配できないって言ってるんです資本準備金は。でこれに対して自己株式処分債権についてはその他資本上益金と同様に向上項目とはされていないと。ことから自己株式処分債権はその他資本上金に計上することが適切であると考えたんだということで。 あの自己株式処分債権についてはその他資本剰余金と同様に控除項目とはされていないことからやっぱりこれはその他資本剰余金に計上することが適切だつまり資本準備金はこれ控除項目になっちゃってるんですよ。 ここっち資本準備金これは控除項目なの、ね、に控除項目というのは上に戻っちゃいますが分配できるお金から控除すると分配できるお金から控除するのが資本準備金。でも この自己株式処分債権についてはその他資本剰余金と同じように控除項目とされていないことからということでこうやって引くような分配できるお金から引くようなものじゃないんですよだからやっぱりこれはその他資本剰余金に計上することが適切であると考えたというふうに、まあ、基準ではそういう表現を使っているということだねだから要するにこっちに計上しますよとこれは控除項目とはされてないんですね。 要するに控除項目とされてないということは、要するに分配できるということなんですよ。だからこっちに計上した方がいいですねということなんで。自己株式、まあ、処分債益については。まあ、こっちで計上するということね。はい。ということで、まあ、だいそんな感じですかね。で、ちょっと。おにた切り替えちゃいますが、で。えー、あと二三分ですね。で、えー ちょっとまた長くなりそうなんで、また、えー、処分砂損ですね。処分砂損はまた,またちょっと扱いが違っちゃいます。処分砂損の方ですね。今は処分採記の話なんですが、処分砂損はまたちょっと違いますからね。処分採記と処分砂損というのは分けて考えておいていただきたい、えー、内容になりますので。またこれはちょっと、えー、後半ですね。ちょっと後半になっちゃいますが、後半説明していきたいと思いますんでね。はい とということで、えーまあ、ちょっと早いんですが、まあ、前半ですね、えー、自己株式、まあ、後半もそうなんですが自己株式を中心にお話をしましたあのー、まあ一旦今日でプラスアルファ東レはおしまいということになりますんでね、えーまあ、しっかり復習しておいてもらいたいんですがやっぱりあのー、今年まだ合格実は今年の合格日はまだないんで、あのー、合格者と全然、あのー、会話もしてないんですけれどね。 やっぱ最近よく聞くのはやっぱ皆さん結構空欄補充が苦手だって言いますねあの空欄補充って確かに、ま、書くのは簡単ですよね空欄だけ書けばいいんですから書くのは簡単なんですがその言葉が思い出せないと。で空欄補充を、まあ、やっぱり、うん、抑えようと思ったらやっぱり正確に覚えるしかないんですよこれは。で 多分ですよ皆さんはななんんととくのニュアンスでで捉えようとしちゃうんですようしすねでもちろんそれはそれでいいんですけれどもあの会計基準会計基準の文言をぼんやりとしたニュアンスで受け止めようとしてしまうと空欄補充っっっててやっぱり詰まってきちゃうんですよねですから空欄補充ができるようになるためにはもうこれは本当にもう単純なトレーニングしかないので、まあ、今回扱ったような会計基準ですね会計基準を徹底的に繰り返して読んでいってえー まあ答えを作っていいくしかないのであの単純に書くという作業自体はあの楽ですね、えー、空欄補充なんで楽なんですがただそもそも空欄の言葉が思い浮かばないというケースが出てくるかと思うんですけどねやっぱこれはもうとにかくやっぱりひたすらもうトレーニングするしかなくなっちゃうので。 まあ今後もそうなんですけどね、えーまあ、空欄補充というのはどうしても受験生苦手意識を持ってるようでやっぱりそれは、えっと、いかに正確に覚えるかっていうことが問われてしまうので、まあ、なかなかちょっと受験生としては大変なのかなと思いますけどね。でやはりあの教える側の立場で考えるとその空欄補充の場所まで ぴったり特定させるある程度当た,当たる時もあるんですけれどもですから、まあ、そこまで当たっちゃえばまあまあいいのかなと思うんですがなかなかちょっとそこまで的中するのは難しいですから、えーまあ、なるべくその全体の言葉をですね基準通りなるべく覚えるということで、まあ、ちょっとまあ大変な作業にはなっちゃいますけどね、まあ、空欄補充というのはやっぱりもう全体を覚え込むしかないので。 まなるべく正確に基準ですね基準の文言は覚えるようにしていただきたいなと思いますけどね。はい、ということで、えー、前半は一旦ちょっとここまでにしたいと思います。で、えー、10分休憩挟んで今度は後半ですね問題の2番を皆さんに解いていただくことになります。でえー、1時間ですね60分 まあ1時間で問題の2番をを解いいてて、えー、提出をしたただきたいと思いますで,その後ですねまた再び、まあ、20分少々になりますが、えー、解説の方を行っていきたいと思います。はい、ということで、えー、一旦前半についてはここまで、えー、ということにしておきたいと思います。それではちょっと一旦ここで、えー、10分ほど休憩を取りたいと思います。